おつまるです。いやー、悔しいですね。勝ちたかった湘南戦、悔しくも引き分けとなってしまいました。まあでもあれですね、いよいよホームの開幕戦が行われて、なんかサッカーのある週末が本当に帰ってきたなっていう感じがしました。それではお風呂スタートです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お疲れ様です。小川です。今日は J1、第2節湘南ベルマーレ戦にやってきました。今日は金曜日開催ということで、講談社のフライデーとコラボした、トドロキ版のフライデーが配布されているそうなんですけれども、ちょっとさっき引くぐらい列がなかったのでまだもらえてないです。後でもらいに行きたいと思います。でご飯が、今日は、フライ揚げ物ということで揚げ物がいっぱいあるみたいです。勝って連勝しましょう。いやー、あれですね、先制した後、いい流れがあったんですけれど、その時にもう1点決まってればなっていう感じでしたね。決定機も何回かあって、そこも決めれてればと思ったんですけれども、相手のキーパーの好セーブに阻まれたりなどして、ちょっと、勝てたかなっていう感じがします。もう本当に湘南、その相手の選手もすごい走ってて、ね、応援もすごくて、勝ちたなと。まあ、それいや、それはさておき。あれですね。エドゥが早めに交代しちゃってて、どうしたんだろうっていう感じ。前半の10分台の時にもう交代しちゃって、他の周りの観客席からも、どうしたんだろう、どうしたんだろう、みたいな感じで、なってましたね。大事じゃないことを祈ります。で、ソンリョンが、肉離れか何かで、すいません、ぼんやりして。今日は出れなくて。で、代わりに、新井がね、久しぶりに先発出場ということで、やっぱり違いますね。なんかなんだろう、本当にキーパーによって全然そのなんだろう、ゴールキック蹴る時の感じとかも全然違うし、間合いとかも違うし、惜しくも1失点しちゃいましたけれども、負けなかったっていうのがやっぱりね、大事だと思います。まだそのシーズン始まって序盤で、これからね、どんどんその歯車を合わせていく感じになっていくと思うので、負けなかったっていうのが本当に大きいと思います。勝ちたかったねいや、で、大島亮太選手と知念圭選手の新しいちゃんとが、発表されたということで、まだ知念選手はですね、前フロンターレに所属していたガナハ選手と同じ沖縄出身つながりということで、ちゃんと利用したということですね。で、大島亮太選手は、クロマニオンズのマーシーの、曲を使っているということで、まあ、ちょっとちょっと難しめのちゃんとなので、これからしっかり覚えて、スタジアムで歌いたいと思います。で、フロンパークでですね、撮影を行ってたんですけれども、一人で三脚を立てて撮影するのがすげえ心細くてちょっとね、心折れそうにながらやってたんですけれども、そしたら、ちょっとね、今日撮影どうしようかな、もうちょっと、恥ずかしすぎるから、延期しようかなとか思ったらですね、あるサポーターの方が声をかけてくださって、小川さんですよねって言ってもらって、で、その人に、脇で見ててもらいながら撮るっていう、授業参観みたいな感じになってました。で、でもそしたらね、もう本当に全然その安心してできたので、本当に、見てくださった方、ありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。声かけてもらって。なんか初めて、なんか一緒に写真撮らせてもらったりとかして。で、あれなんですよ。一人で撮影してると、あの人何やってんだろうみたいな感じで、
あの周りの人に見られるんですけれども、2人以上だとあの人たち何やってんだろうみたいなちょっとその弱まるっていう、そのね、まあ、本当にすごい安心感を持って、取れました。ありがとうございました。あとね、フライ川崎健次郎さんのプロデュースの、フライ貝のフライかなを食べました。てっきりあのパックに乗って出てくるもんかと思ったら貝に乗せられてはいって出てきて、おお貝だ、貝に乗ってるみたいな。美味しかったです。すごい歯ごたえ、食感もあって、うん、味もね濃くてね、すごい美味しかったです。ソースかけて。グルメレポしてないんですけどね。あとですね、なんだろうな。あ、そう、あけみちゃん、木村あけみちゃん、前ファイトフロンターレの MC の木村あけみちゃんっていうすごい美人の方が、女性がいるんですけれども、その方がですね、久しぶりに、とどろきに来てまして、で、写真撮影も行ったんですけれどもね、もうすごい並んでて、撮れなかった。それがね、悔しかったので、代わりに丸米くんと写真撮って帰りました。代わりにね。まあ、それはさておき、ですね、今回は、ロッテさんがですね、いろいろ、じゃないや、ロッテさんが、お菓子をくれたのでそれを紹介します。まず、コアラのマーチ、ロッテさんの有名なやつですね。マーチくんもたまにフロンターレの試合のピッチに立ってね、台車で運ばれてましたねなんかマーチくんがあのもうすん、なんだろう、自力で歩けるようになるみたいなことを新体制発表会でちらっと言ってたような気がするので、進化に期待ですで、これですね、今回の目玉、フロントアレのトドロキ版フライデー、これが、配られてて1万5000部配布されるという情報にもかかわらず、もう長蛇の列すごかったですね。なんだろう、フロンパーク側の横断歩道をさらに折り返してみたいな、もうすごい並んでて、もうみんなよっぽど欲しい、まあ、ケビちゃんが欲しいですもんねで、内容はというとね、本当にフライデーっぽい感じの、なんていうんですかね、週刊誌っぽい感じの。これなんか多分なんか、あーすごい、あけみちゃんの写真がある。これはね、ぜひ、いつかね、ネットで公開されたりするといいんだけど、すごい、りょうたの奥さんの写真も載ってる。後ろ姿だけど、本当に結婚したんだね。なんかちょっと寂しいなー。うわー、自宅でなんかカウンターキッチン越しに笑顔で、笑ってる。いいなぁ。カブレラの袋閉じもあります。トドロキ版のフライデーと、あとですね、ガラポンの抽選券と、ロッテさん毎回配ってもらってる、ガムですね。キシリトールのガム2粒。と、これですね。朝日新聞。特別版っていうのかな、なんかそのフロンターレの新聞を朝日新聞さんが作ってくださって、それを配ってくださってます。でこれをすごいですね。さっきあのトイレでこれを読んでたんですけれども、なんかおっさんになったなっていう感じしました。なんかかつて父親が実家で中日新聞をトイレでずっと読んでて、あ、おっさんだなと思ってたんですけど、自分がねそうなると読む新聞は違いますけど、いや、そんな感じで、いっぱいもらいました。試合見に行くだけでいっぱい、あのフロンターレの試合いっぱいもらえるのでぜひ来てみてください。はい、それではお手紙紹介のコーナーです。今月のテーマは、今月も、サポーターになった経緯を、ツイッターで寄せていただいております。まず早速紹介していきましょう。茶さんから、川崎生活3年目の2004年、すごい2004年、武蔵中原駅前のビラ配りで初めて存在を知る、暇なので暇たぼっこ代わりにスタジアムへ。川崎横浜 FC 戦で1万人超え観客の大声援、大賞 &J2 優勝で虜に。次の試合はスタジアムが観光庁内定で詐欺だと思った。時すでにお寿司で沼にズブズブ。
こう今はあの平均で2万人ぐらい入るぐらい、そのなんだろう、安定して集客してますけれども、その当時 J2 だった頃はその試合ごとのなんだろう観客動員数が上下が結構してたんですね。へえすごい。2004年から見られてる。ビラ配りで存在を知られたっていうのもすごいですね。あの今川崎の駅前とかでフロンターレのスタッフさんとかボランティアの方とかが、ビラ配りを、この試合あるよっていうビラ配りをしてるんですけれども、やっぱりそれがきっかけで見に来られる方もいらっしゃるんですね。続きましては、古谷亀井さんから、今年は J リーグを見ようということで自宅から一番近いスタジアムを探す。アジスタと迷うも轟へ。おお。それが2006年の開幕戦でガナハハットを含む6得点で取り組み6得点すごい。なるほど、アジスタか轟どっちにしようか、ちょうど多分中間地点ぐらいにお住まいの方なんでしょうね。で迷った結果轟で見て、しかもそれが、6得点のすごい試合、で、虜になったと。ガナハ選手っていうのがその知念選手の前にいらっしゃって、知念選手のチャントを前使ってた、利用した、ガナハ選手がハットトリックした試合ということですね。